日刊現代週末レース予想の時間です。今週も、武田さんとそして、大谷さんには電話で出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは先週のおさらいといきたいところですが、いかがでしょうか。いやいや、いろいろ失敗したんだよねいや私本当に申し訳ないなと思ってね何が失敗したって、はい、先週の動画と同じものを着てきちゃって、まるで日本撮りかのように見えるって大丈夫、私が違うから。はい、はい失敗はそれだけじゃなかったですな。はい、あの実を言うとね、ネギシステークスは武田さんも本命がレッドルゼルだったんですよね。です。で私も考えに考えて本命をレッドルゼルにするということで、あえてあの武田さんはあのシルクロードの方にあの予想を中心に、ね、してしまったんですよね。レッドルゼルと、まあ、あとに、はい、あの結果3着だったけど、タイムフライヤーのラインって俺相当硬いんじゃないかなと思ったの、はい、本当はすごい自信あるレースだったのよ。ああ、でも、はい、びっくりしたな、外のワンダーリーデル。そうですね、馬単7000円よ。そうですよね。ね、なんかあのあの安田翔吾調教師がレース後にもう親子の縁を切りたいっていうような、うん、あの SNS 書いてて、みんなからのあの反響はありましたけれども、親に勝てないんだよね。そうそうそう、安田孝之調教師に、はい、はい、ということでネギシステークスレッドルゼルが勝ったので、私は単勝だったので当たりました。おめでとうございます。自分でおめでとうございます。ありがとうございます。 2.5 倍ね。はい、いいです、当たりは当たりですから。はい、はい、まあゼロよりはいいわはい、ヤクリのガウディ何だったんだろうな。ねえ、まあ最後バタッと止まったんで、はいはい、もう何にも言うことないっすわ。はい、ちょっとでも負け方はショックだったんだ。まあ、そうですね、あえてそっちに行っちゃった俺も悪いんだけどさ。あ、そうだからね、あのもちろんあの本命のレッドルゼル中心の予想してもいいなと思いつつ、私もごめんなさい私と同じでしたって言ったら、あのじゃあシルクロードにしようかなっていうのでお任せしますって言ったのでそっちを選択した、選択したのは武田さんでした。はい、はい、まあ今回に限ってはね、レッドルゼルは絶好の狙い目だと思ったんですよ。はい、ただこの後フェブラリーに行くとなると課題は多いよね。まず距離が伸びますしね。距離始めて、はい、まあ、芝スタートはそう問題ないでしょうけど、うん、はい、でほら間隔開いてるからいいって言ったじゃない、うん、はい、中2周でしょ次、うん、そうですよね。まあ当然相手は強くなるし、はい、本番はまあつけてしろ三角場合によっても印だな。うん、大谷記者タイムフライヤー3着惜しかったね。はい、まあもう本当根岸もタイムフライヤー3着、シルクロードステークスもですね、あ、本命ラウダシオン3着で本命、はい、両方ともゴール前でするりと当たりが逃げていくような気が、はい、3着でも当たる馬券あるよ。そうですよ、3着でもね、そうねえ、うん、当たる馬券あるんですけど、はい、なかなかね、まあそれを買ってるかどうかだね、はい、まあそうですね、はい、はい、残念でした、うん、はい、シーズン21の結果が今ご覧のようになっています。大ピンチっすわ。とりあえずよかった、私はこのマイナスをなくせるように、ちょっとプラス、ちょっとだけでもプラスにできるように頑張っていきたいと思います。ほんとね、二重賞喋って両方の馬券買いたいぐらいだよ。おお。いや、でもマイナスも多くなったのね。いや、両方で1万円っていうことじゃなくて振り分けてね、うん、あ、振り分けて、振り分けたら結局儲けは少ないでしょ。そうですね、難しいタイプ、難しいですね。はい、はい、ということで今週も重賞2つありますけれども、東京新聞杯があります。まずはそちらからいきたいと思います。東京新聞杯は大谷記者トライン、はい、私は白三角で、大谷記者の対抗バンドギャルドに私が本命と、うん、黒三角はお互いにルメールのトリプルエース、はい、じゃあトライン、
まあそうですね、まあ、この後武田さんが話してくれると思うんですけど、やっぱディープですよね。だ、ね、まあ先週もう固め打ちディープ3区がしてたように、もうディープかなっていうので、中でもちょっとこうね、未知の魅力があるっていうか、伸びしろにも期待してこのドラインなんですけど、まあね、年齢的にはですね、もう、6歳なんで、こう先ほど伸びしろって言ったんですけど、まあそれでもですそれでもですね、休み休み使われて、途中客部ファンでの長い休みもあって、まだ14戦しかしてないんですね。そうですね、はい。でその一番長かった休みが、3走前のあと10ヶ月半、客部ファンで休んでたんですけど、その休み明けの、北サンブラックメモリアルですか、はい、この時は、10ヶ月半ぶりで、体重12キロ減らして、はい、まあちょっと東京への遠征で体も減らして、常識的には厳しいかなっていうところで、まあちょっと驚くような強さでしたね、上がり33秒3で突き抜けて、勝ちタイム1分32秒8は、同じ両馬場で前の週に行われた富士ステークスより、0秒6かな早い時計で、まあ記録的にはもう重賞級だと思いますし、まあ、前走のキャピタルステークスに関しては休み明けこう激走して、そこから、まあ、体を減らしての激走でしたよね。そこから、うん、中3周でまた東京に再遠征してっていうもので、それでもですね、直線一瞬あまた来るのかなっていうぐらいの格好を見せての、0秒6差6着ですから、こう悲観する必要はないと思うんですよ。はい、まあその後はしっかり間隔空けて立て直しても、東京のここ狙いって感じですね。まあ先ほど言ったように記録的にも重賞級のものを持ってるし、ここはこのリープ3区の勢いにも乗って、狙ってみたいと思いました。はい、大谷さん、はい、トラインが本命ということですね。そして同じディープ3区のバンドギャルドを本命にしている武田さん、うん、はい、そう、本当に先週のディープはすごかったですね、うん、東京は。だって芝が10レースあって、うん、そのうち出走馬がいなかったのが2レース、うん、8クラで6勝よ、うん、で、ね、日曜なんか全部ディープだからね、はい、5クラあったうち。いや最終もこれはルナシオン勝つのかなと思ったら、やっぱりそうかみたいな、はいはい、ね、出遅れて、ね、強かったですね、ルナシオン。もうやっぱり東京になると変わるね、うん、ディープ、うん、ですかね。今まではまあちょっと条件が整っていなかったので、はい、中山の小回り時計のかかる馬場、うん、はい、中京は連続で荒れてきてボコボコ、うん、はい、まあ、中京はまだそれでもなんとかなってますけど、小倉はまた小倉で小回り、はい、しかもまあ短距離戦の多い競馬場ですからね、うん、どうしても勝ち倉が増えてこなかったところが、東京開幕の1週間で一気に首位をもう、そうですね、うん、いやはやさすがディープだわと。ってことはもうディープ追いかけるしかないと。そう、さすがにあれだけの強さを見せられると、はい、じゃあディープの中で何しようかなっていうことになって、はい、結局まあ、はい、バンドギャルド本命なんだけど、はい、まあ去年の富士ステークスの勝ち馬ですね。はい、うん、でまあ富士ステークスって確かにね、そんなに時計的にも目立たないし、まあメンバーもひょっとしたらハテナっていう人もいるかもしれないけど、うん、でも一応2着ラウダシオン、はい、3着 KI ノーテック、うん、NHK マイルカップの勝ち馬ということは東京マイルの G1 馬ですよ。はい、そうですよね、うん、先に抜け出したラウダシオンをきっちり差し切ったし、はい、
まあ、敬愛ノーテックはもういい伸びを見せてましたけど、ラウダショーンは捉えられませんでしたと、はい、その中でやっぱりバンドギャルドの伸び足って光ってたので、はい、まあ、ようやく重賞に手がここで届いて、はい、まあ、これからなんだろうな、この馬、うん、ちょっと完成が遅いみたいな話もありましたし、はい、うん、でマイルチャンピオンシップで6着、G1 で6着だったら全然ね、はい、もちろん悪いわけではないですけど、はい、しかもマイルチャンピオンシップって思い出すと、まあちょっとマイル G1 にしては遅めの流れ、はいはい、だからある程度前に行った馬が有利、うん、でグランアレグリアも内から綺麗に抜けたでしょ、はい、本当に内と前、うん、あ、まあ前というかある程度、まあグランアレグリアもね、この時5番手あたりにいたのかな、はい、まあ真逆になったのが8枠のサリオスであり、このバンドギャルドでありと、サリオスが17番、バンドギャルド16番、で後ろからどうにも届かずと、まあそれでレイミオ5差6着だったら、まあ十分に力を示したと言えるでしょう。で今回は東京に変わる、はい、で何といっても3001の福永ジョッキーに手が変わる、うん、まあいろんな意味でいいんじゃないのかなという結論ですね、はい、あと相手関係がやっぱり、うん、前回の G1 に比べると当然大幅にね楽になりますし、フジ、はい、ステークス勝って、まあ、ちょっと賞金稼ぎましたけど、それでもプラス1キロの57キロ、はい、重賞勝ってない馬で、ね、56キロ背負うレースで57キロだったら、そうですね、うん、はい、ということで相手本戦は、松国さんの里のウィザード、はい、まあ、これも姉妹すごく切れるんで、うん、あとデビューからまあ50キロぐらい増えてきたのかな、うん、ルメールが今回乗るトリプルエース、はい、まあルメールで過剰人気も予想されますけどね、うん、はい、でかなり穴っぽいとこだったら空手、うん、ちょっと前まで全然2勝クラスというか1年前1勝クラスの馬なんだよ ね、はい、ね、ここに来て連勝、うん、はい、前回も結構なハイペースを4コーナーでもう2番手に上がってそこから勝ち切ったという、うん、のがまあちょっと中山向きという気はしますけど、ちょっとこの上昇度にかけてみたいということで、はい、この3頭まで折り返し、はい、であとは一方通行でバンドギャルド頭の大和客にカテドラル、うん、トライン、それからシャドウディーバに500円ずつということでまとめてみました。はい、本当にね、そろそろ当てたいですね。どっちか当たればいいよ、もう。はい、もう仮に馬券の方が失敗しても。はい、分かりました、はい、ということでバンドギャルド本命だそうです。では続いて如月賞のお話に行きたいと思います。まあ、如月賞、はい、如月賞ってもともと中京の重賞だって知ってました。あ、そうなんですか。そうなのよ。あ、そうですか。2月の中京開催のレースだった。そうなんですか。もっとも、我々が中学時代ぐらいまでかな。じゃあ何なんだろう競馬ってっていう頃ですかね、私にとっては、ね、勝ち馬の中には日本ピロウィナーとかね。ああ、それは知ってます。そういうのもいるのよ。そうなんですか。はい、だから何そしてはい、はい、ということで如月賞は大谷記者と私ヨーホーレイク、はい、そうですね、ホークフルステークス3着でした。じゃあ大谷記者お願いします。そうですね、まあここも、ディープサンク、さっき東京でディープサンクって言ってたんですけど、はい、こっちのディープサンクはちょっとなんかタイプが違うですね。ですよね、このヨーホーレイク、このクローキャニオン、はい、お母さんなんですけど、うん、このクローキャニオンの子って、はい、なんだろう、
上の笹原とかマウントシャスター、ベルキャニオンとか、まあ関東馬で僕なんか馴染み深い馬だったんですけど、あの切れないんですよね。そう切れないで、こう長くいい足を使う、まあよく言えば長くいい足を使う、悪く言えばちょっと地足っぽいところがあるタイプなんですけど、まああのこの馬もそんなタイプですよね。そう考えると、こう出遅れて後ろからになった前走のホープフルステークスっていうのはもう明らかに自分のスタイルじゃなかったんですけど、それでいて、まあ最後じりじり差詰めての、0秒3差3着、相手関係考えればもう上出来でしょうと思いまして、まあ今度中京の 2000m ですけど、そんなにね切れ味優先の馬場じゃないし、この馬にマッチするんじゃないかなと思いまして、本命です。はい、両方レイクですね。はい、まあほぼ同じくだね、いや本当上野田佐原弥生賞の勝ち馬ですね、それからマウントシャスタベルキャニオンって大谷記者から上がったけど、もう一頭注目したいのはボレアス、はい、ディープサンクの中で JRA のダート重賞を買った馬って2頭しかいない、いや本当そうですよね、はい、そのうちの1頭がレパードステークスのボレアス、あと1頭何でしょう。あと1頭、はい、じゃ中央の重賞ですか、はい、何だろう、まあ、分かんないと思うので来週にでも、はい、分かりましただって長くなっちゃうから、ね、あ分かりました、はいということで私もよ、もう見解はほとんど同じです。予報レイクでほのぼのしたいなと、はい、そうなるほど、うん、ほのぼのレイクですいやなかなか分かんなかったな、はい、あそうですか、ほのぼのレイクね、うん、あなるほど、何を言ってんでしょうね、はい、大谷さんと、武田さんは予報レイクが本命だということです。私はですね、朝日杯の時に注目していたドゥラモンド、こちらがですね、なんかもう前走その朝日杯はもう直線途中でもうやめてんじゃないかっていうような感じで、やっぱりなんかあの最後いいところを全く見せずに終わってしまったんですが、あの、まあ、その時はやっぱり休み明けということもあったのではないかということで、今回もう一回あの注目したいなという思ってドゥラモンドにしました。あのやっぱりねこう外に出してアスターショーみたいな、外に出してこうねちょいまくりぐらいな感じでこういった感じがあったじゃないですか。ああいうレースができればいいのかなというふうに思っています。ドゥラモンドは大谷さん見てました、美穂で。はい、どうでした。思いっきりは見てました。まああの、相変わらずいい動きっていうか、はい、うん、動きは良かったですねこのまま攻めなんか歯切れ悪いなっていう感じがちょっとするんですけど大丈夫ですかもしもし、はい、あもしもし大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ、はい、いい動きでした。もう朝日杯の時に遜色ないというか、それ以上かもしれないですね、はい、そうですか、状態的には。お、はい、はそれではもしかしたら、でもお互いに印は白三角です。そういうことですよね、はい、実際に見たかったも白三角なんだなと、今思ってがっかりではあるんですが、私はですねこのドゥラモンドを単勝1000円副賞4000円ということで馬券で勝負したいと思います。まあ朝日杯はちょっと負けすぎかなという印象もあって、もう一回注目したいなと思っています。はい、皆さんは養蜂レイクが本命、私はドゥラモンドが本命ということで、ぜひあの参考にしていただければと思います。如月賞と東京新聞杯日曜日は重賞がありますので、皆さんどちらかだけでも当たっていただければね、いいですね武田さんも逆と来てるからな、ここのところ。そうですよね、はいはい、まずは東京新聞杯当たるといいですね、期待しております。皆さんもぜひ参考にしていただければと思います。ということで、ぜひ皆さん2つの住所あります、頑張ってください。この辺で失礼いたします。ありがとうございました。